こんにちは、小夏です。ただいまポータブル電源絶賛強化レビュー中なんですけれども、今日レビューするのがこちら、アフィリーのポータブル電源 1200W ポータブル電源です。ディ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 ー。ちなみに今回はアフィリーのソーラーパネルもあるので、これもレビューしようと思います。イエーイ。このポータブル電源の特徴を簡単に説明しておくと、高性能でアプリ機能はなくて 1200W の高出力っていう感じです。ちょっとじゃあじっくりどんな性能があるのか詳しく見ていこうと思います。はい、ということで主なスペックはこんな感じです。このポータブル電源はリン酸鉄リチウムイオンバッテリーなので、比較的安全なバッテリーを使っています。そして容量が 1248Wh です。で、定格出力が1200W、 充電する入力の方は 700W で充電ができます。だから結構早いかもね、2時間くらいで充電ができると思います。で、ソーラーパネルの方は、ソーラーパネルで最大 500W で入力ができます。で、私が高スペックだよっていうところはどこかっていうと、UPS 機能がありで、パススルー機能もあり、そして純制限波であるということと、 50Hz、60Hz の切り替えがちゃんとあるので、日本全体で使えるっていうことです。で、容量も結構大きいですし、その分ちょっと重さは14キロあるんですけど、かなりスペックとしては高スペックだと思います。こういうポータブル電源がもう普通に世にずっとたくさんいっぱい出てるっていうのがまずすごいことなんですけど、本当に結構欲しい機能が備わってるなっていうポータブル電源です。付属品はこんな感じです。てれーん。まずこっちのポーチの中には充電ケーブル類が入っておりました。ほんでね、これがコンセントで充電するやつのケーブルで、これはシガーソケット充電のケーブルです。ほんでこれがソーラーパネルの充電ケーブル、ちゃんと全部備わっちゃうけん大丈夫だね。あとヒューズがついておりました。で、こういう細かいのはこういうメッシュのポケットになっているところにこうやって入れれるので、このポーチはかなりありがたいです。あとはケーブルがぎゅうぎゅうじゃなくてゆったり入ってるので、これはまたこれ使って戻すときに入らんってことがならんので、かなり使いやすいと思います。なんかゲームも入れれそうね。あともう一個の付属品はこんな感じで滑った。さっきのなしね。このカバーはですね、このポータブル電源にこうやってかぶせるカバーです。地味にありがたい。これはホコリとか被らんようにするのはいいですね。なんか使わんときに箱に入れるのもなんだし、使わんくなったりするけん、こういうのにヒュッてかぶせれるのはいいと思います。ただ穴とかはないので、ちょっとこれをかぶせたまま使うっていうのはちょっとできないかもしれないです。で、生地がすごいツルツルしてて柔らかい生地なので、ここの握るところ、こうやって持って持ち上げることも全然できます。はい、それではポータブル電源のこのあたりについてちょっと詳しく見ていこうと思います。はい、じゃあまず電源をつけていきます。3秒ぐらい長押しでピッて言ったね、音がしっかりと鳴るタイプです。で、ここに液晶に表示されました。今 26% 容量電源を充電残ってます。まずここにライトがあります。ここを押すと点灯、点滅、あ、これ SOS ですね、 SOS で点滅で消えます。とここに、USB Type-A の出力ポートが2つあります。で、こっち側の4つは全部 Type-C の出力ポートになってて、1個だけ PD100W があります。ここもね、 100W だったらよかったなとは思いました。こっちがピッてつけると、使うときにここピッて押すんですけど、DC の出力ポートです。で、ここの上は開けたら、こんな風にシガーソケットさせるところになってます。このような感じです。よっこらせ。うい。次、こっち側は AC 出力になってます。ここをピッて押すと使えます。
ここを開けるとね、こんな風に4つのポートがあります。で、あの周波数の切り替え、50、60の切り替えをするときはここを長押しして、で、そしたら液晶画面に切り替えのマークが出るので、その時に選んでください。せーの、よっ、よし。はい、次にこっち側が AC 入力になります。こっち書いてありますね、パカリ。 700W 急速充電入力、あとはこっちが最大 500W までの MPPT 入力って書いてあります。シガーソケットとソーラーパネルですね。ねってなっちゃった。はい、あとこっち側に過負荷保護のボタンがあります。このポータブル電源は今電源オンにしてるんですけど、勝手にこうやって置いとったら、ここの画面の液晶の輝度が下がって、で、その後に自動的に電源がオフになります。この自動オフ機能はすごくいいポイントだと思います。ということで、次は充電実験をしようと思います。ここにコンセントがあるのですが、ばかり、こんな感じです。ここでちょっと充電実験をしようと思います。よいしょ、ほっ、よいしょ、ピッ。はい、今充電をしておりますが、充電のマークがつきました。そしてワット数700ワットで充電されています。バッチリですね。今液晶画面に85って書いてあるんですけど、これはあと85分で充電が完了するよっていう目安の時間になります。早いと思う。うん、はい、ということで実践編です。今私が持ってるのは高圧洗浄機です。これは 1000W の高圧洗浄機なんですけど、ポータブル電源が 1200W までいけるので、使えるんじゃないかなということで、ちょっとジムニー君にも手伝ってもらって、出演してもらって、ちょっとやってみようかなと思います。なんかお家に水道とかはあっても、なかなか電源も取るっていうの難しかったりもすると思うので、こういう時にポータブル電源あったらいいんじゃないかなと思うので、ちょっとやってみます。シチュエーションとしてね。よし、いけー、おー、出たー、出たー。うわー、こういう時になんか花粉がこんな感じで積もってる時とかはめっちゃいいですね、やるの。よいしょおー、めっちゃ綺麗になってる。花粉が落ちてるじゃん。私の敵が撃沈。便利ですね。生と出たんだ。せーの、よいしょ。おー、1000ワットちゃんと出てます。1000超えてても全然マックス使えてるってことだね。バッチリ。はい、ということで次はソーラーパネル実験でございます。ほんで、ソーラーパネル1枚が 200W の入力ができるソーラーパネルが2枚つないで、計400の入力でなるはずなんですけど、で、ソーラーパネルマックスで入力できる値が 500W なので、どれぐらい今この日差しで入力できるのかっていうのを試しに見てみます。すごい、約360も出てる。360W で入力できてるの。これすごいね。マジか、これはすごい。ほんで AC 入力だと 700W で入力するじゃないですか。でもこれ半分ぐらい太陽で入力できてるってことだから、それ結構優秀だと思います。すごい、こんなに暑いからか。これ今日みたいなすごい太陽がいい感じの日差しに360出るってことは、これからの季節はめちゃくちゃいいと思います。暑くなるしね。今このポータブル電源の残りの残量が 35% あって、ほんで残り時間あと2時間って出ました。
もうこれあと2時間で充電が満タンになるのかと思ったらすごいね。はい、ということで今回はアフェリーというポータブル電源をレビューしました。このポータブル電源なんですけど、すごくソーラー充電とかも優秀で360W 出てたのはすごい驚きでした。普通に AC 入力で 700W まで最大で入力できるんですけど、その半分がソーラーパネルで入力できるっていうのはすごく良かったです。でこれまあ結構ちょっと大きめだったりとか、まあ、14キロあったりとかするんですけど、大きい車での何泊かする車中泊だったりとか、あとはまあ車庫とかでさっき の高圧洗浄みたいな感じで使うとか、そういうのにはすごくいいと思います。 1200W 最大出るので、それぐらいの容量で欲しいなっていう方には、まあ、すごくぴったりなんじゃないかなと思います。ポータブル電源をいろいろとまあどれにしようかなと思ってる方の参考になれば幸いです。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またこれからもいろんなポータブル電源紹介しようと思いますので、ぜひお楽しみにしててください。はい、このポータブル電源は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからぜひチェックしてみてください。ということでまたねー。またねー。